はい、どうもマノチです。よろしくお願いします。パワープロ2016栄冠9やっていきましょう。いやー、やっと2016の栄冠だね。よし、早速始めていきましょう。この画面は2014と変わんないんだね。変えてほしかったなって気はするけど、頑張る。どうしようかな。2016でいきますか。いきましょう。まあやっぱ北海道かな。俺は北海道だから、南北海道。とりあえずパッと決めちゃいます。はい、学校の名前、ユニフォーム、監督、いろいろ決まりました。こんな感じです。名前はマノッチ監督。こんなユニフォームになりました。こんな感じです。で、学校の名前は桜高校にしました。まあ、最近ね、あの第三野球部を呼んでるっていうだけの理由なんですけど、桜高校、まあ、いい名前だなということで、効果の方はまあお楽しみということでね。はい、こんな感じです。チアリーダーとか興味あるないでしょチアリーダーさすがに興味ないでしょ。はい、とりあえずまあこんな感じです。よし、早速、やっていきましょう。新入部員6人、どんな感じかな。確定終了します。はい、いや、いい選手、あ、天才来たぞ。いや、嬉しいね。2014の時も最初天才来たからな。外野手か、いいね。ピッチャー、この見た感じだと堀越くんの方がなんか使えそうかな。うん、カット進化か。矢部くん、うん、まあ怪我はねしないでしょ。2016も多分まあ関係ないか。いや、いいんじゃないか。彼は期待できるんじゃない。一塁手ってことを考えたら、もうすでにパワーもあるし、ミートもあるし、まあ走力捨てればね、走塁 F は関係ないから。いや、彼だな、彼がいいな。アベレージヒッターがいいな。三振消したいな、消してあげたいな、なんとか。とりあえず OK です。よし、お、あれあるのかな、桜舞うってあるのかな。あれ読まないと俺始まんないんだよね。あるわ。桜舞う春4月、一人の男がとある高校の野球部監督に就任した。目指すは強豪、そして名門。彼が率いる野球部にこれから一体何が待ち受けているのだろうか。ここから新たな歴史の1ページが始まる。いざ予感。全国制覇という名の栄冠を勝ち取るために、三つを。よし、これがないとね、始まんないんだよね。よーし、やっていくぞ。おお、部外者だぜ。懐かしいな、なんか変わってないっていうのが素敵だね、またね2014と一緒じゃないか、これ。おう、はいはい、うん、あれ、これスキップ、あれこれスキップできないっけ。うん、はい。結構ガチで読まされる感じだね。入学式、もういいぞ。なんか軍服みたいだけどな。あー、なんかちょっと見た目の雰囲気変わってるね、ここのね。まずはデータチェックでしょ。選手データ。転生プロだ。何年生？あ、3年生か。うまいね、うまい。
いな、うまいな3年生。いいね、狙うか初年度甲子園。いや俺も常に狙ってんだけどさ。よし、じゃあ始めますか。どうする、まずはあれだな、練習試合が入ると思うんだけど、それをやりたい。あれこれ結構ガチで俺これ丸ボタン押していかなきゃいけない感じ、大変だね。あ、そういえばね、俺アイテムいっぱいあるよ多分。ほら、なんだっけ、メニュー画面でメインメニューでライブモードをつなげばなんかアイテムの特典がもらえて、それいっぱいもらってたんだね。使うか。これ使っとこう。あとはないかな。うん、こんなもんか。グランドレベル8。とりあえず練習試合はしたいね。練習試合して今回やめよう。あ、参ったな。参ったな。何もないとこ止まるか。あ、なんだっけ、選手の名前と顔、とりあえず 2,3 年生はとりあえずはそのまま、1年生は顔だけ変えようかな。でまた来季新入生が入るときに、コメントを通してね、何か名前募集しようかなと思います。2014スタイルでやってたスタイルで。うん、まず大平くんが誰か分かんねえもんな、ポジションが分かんねえんだよな。ピッチャーではなさそうだな、この感じだとフリー打撃だな。4。やっぱりあれだね、このマス目に人がいないっていうのは寂しいね。早くいっぱいにしたいね。なんかあれだな、2014と比べてテンポがすげえ悪いな。なんか変えれるって特にないな。サポートメッセージありにしといた方がいいかな。なんか新システムとかあったら困るもんな。練習試合ってあるよね。すげえテンポありな。L1 か。L2 じゃなかった。ごめんね。やっと見つけた。どうしようかな。4-1で得しますね、かな。あよ。来月月始め、はい、土曜日ね。大丈夫。5月。
あ、BGM が違う、ここの場面の練習指示の場面のね、違うね。武藤くん3年生にな、何を求めるかだよな。とりあえずスタミナかな、なんとか D ぐらいまで持ってってほしいな、大会までに。そうすればうまくいけば投げ切れるべ。小杉くんはね、磨こうか。とりあえずスタミナだ。安永くんキャッチャー担当。みんな担当になるのかな、もしかしてこれみんな担当1じゃないか。いや、相馬くんとか弾道上げてあげないともったいないでしょ、パワー73万。うわ、面白くねみんな弾道か。なんかやりたかったな、なんかやりたかったけど、まあしょうがないな、しょうがないな、こればっかりは。はい、試合やろうぜ、試合。あ、なんか音楽が変わったままだ。あれ？じゃあ月始めにやるんじゃないの、あれ。あの練習試合、これは1年生でしょ、矢部くんでしょ、キャッチャーでしょ、キャッチャープラスでしょ。1でも覚える。いやーやりましたよ。あれ、練習試合やるって言ってなかった、土曜日。はい、うん、いいよ。あれ、練習試合やる気ないみたい。6月の話なのかな、5月じゃないのかな。やっぱなんかあれだな、ちょっとテンポが悪く感じるな。6月か、試合。じゃあ6月まで進めようか。この BGM がこのままなのはこういう仕様なのかな。何かとね、2016今のところバグが多いから何が正解かが分かんないよね。はい、お疲れです。じゃあこれあれか、グランドレベル低いと1ヶ月で弾道上がりきらないのかな。いや、久々だな、この何もない感じ。またいいよね、なんかね。まあ寂しさあるんだけどさ。6月か、試合。早く試合してな。よしよしよし、弾道順調に上がってるね。多分1ヶ月ありゃ全員上がるな、弾道は。あー、グラウンドの土が。あ、お疲れっす。とりあえずスカウトに泊まって3年生をね、押しとかないとね。初年のプロ入り目指そうぜ。誰がいいんだろうな、押すんだったら。やっぱ武藤くんかな。なんか相馬くんの方がいい気がするな。結果残せそうじゃん。
相馬くん押しでいこう。あれ練習試合全然入んねえよ。6月ごめん。あ、スタミナもう50いった。早い。今さらコントロール鍛えてもたかが知れてるよな。変化球磨ききれないね。見れない。じゃあコントロールかな、球速かな。1個ぐらい覚えれねえか。第2ストレート、安永くんはそうね、ミートアップでいこうか。おそらく矢部くんが次の世代のキャッチャーになると思うんだよね。肩が47すでにあるな。いいね、守備力。もう一段階上げるか、弾道。パワー73をどうしても生かさないと。困ったな。もう万能にしてしまいたいぐらいだよ、俺の中では。とりあえず守備だ。なーに、行くべな。ミートだな。3年生はいいものを伸ばしていった方がいいね。あれ試合なくない？普通に入んなくない？マネージャー何考えてんだろう。ね、練習試合大会行っちゃうよこれマジで。あれ練習試合は？練習じゃなしか。1年生いこうか。ジャイロボーラーになってもらうかな。はい、おお、来た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 。やっとか。いいよ。はい。うん。どこだ？土曜日。よし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 。今日は試合やって終わりましょうよ。ね。楽しみな。どんな感じなんだろう。やっぱ全然違うのかな。おーっと、何、バレンタインとか関係なく突発的に彼女できるの。そう、そういう感じなんだ。今日は、練習試合して終わりましょう。
なんかこうスピードのテンポが良くない気がするんだよな。お調子者の須田くんにしようかな。俺スタメンの設定とか何もしてねえ。天才入ってんのか。入ってるね。2番で入ってるね。とりあえずこれでいくかこれでいくか。あまり選手の特徴もつかんでないけど、3年生は能力高いからね、なんとかなりそうだけどね。相手どこさ。岩って書いてあるな。岩どこだ。岩見沢か。出てこなかったな。一文字って寂しいね。桜って。お願いします。よーし、ちょっとまずは見ましょうか。野手データ投手データから見よう。どんだけ失点するかだよな。攻撃面に関してはどうにでもなると思うんだけど、いろいろ試したいよな。とりあえずフラッシュ捨ててみようか。この試合で試したいことはとりあえずエンドランかな。やっぱり2014バレにエンドランが有効なのかどうか。オッケー、行ってみよっか。強振エンドラン、とりあえずストライク投げてくれればいいけど。バットに当たるね。あとそうだな、送りバントも試したいんだけどな。守備位置とりあえず任せるか。頑張れ。いやあれだな、こうちょっと動画見てる人には本当関係ない話っちゃ話なんだけど、2014プレス3でやってた時、俺の録画環境のせいでね、球数が見切れてたのさ。どうしてもこの場面画面でね、今これすごく普通に見えるのが嬉しいな。守備ノーアウト1、2塁きついな。なんか伝令出そっか。助言でうまいこと乗り切ってもらいたいかな。ここら辺はあまり変わんない感じかな。打たせた。おバントか。あ、成功率低い。この選手が悪いのかたまたまなのか。スリーバント。臭いところ行ってみようか。
全然入んない感じになっちゃうのかな。おーってやられたんじゃないかこれ。負けそう負けそう。勝ちたいよね。あら疲れちゃって、このイニングだけね。あの左上のさ、6回表の表っていう字の表、もうちょっとどうにかなんないのかな。場所歪んでるようで気持ち悪いんだよね。投手交代、誰行こうか。堀越くん行ってみようか。いいんでしょ、いいシュート持ってるでしょ。ナイスボール。なんとか抑えてほしいな。よし、あーダメか。厳しいっす、厳しそう。なんとか乗り越えてもらいたい。頑張れ。長かったなこのイニング。間違えた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 。塁出てくんねえかな。正直今打てる気はしてないんだよねあんまりね。おおおおおおお、惜しい。小杉くん抜け使おうか。ちょっと待ってちょっと待って待って待って。左投げだよちょっと待ってちょっと待って、これはちょっと交代した方がいいんじゃないのか。さすがにいつから、最初から全然気づかなかった。いつからだったんだ。マジで分かんなかった。いつからだったんだろう。全然気づかなかったよ俺。頑張れ。厳しいな。この感じはね厳しい。大会でどうにか勝つっての難しいね。まずピッチャーがね揃ってない感じがする。まあね、初年度にそこまで期待もしてなかったけど。いつからキャッチャー左でやってたんだろう。最初からだったのかな。
代打。これはね、岡安くんかな。まず出よう。っていうか、あんまり積極有効じゃないのかな、今作は。まあ、2014の時、有効とかそういうこと関係なくね、積極的に行きなさいっていう姿勢が好きで使ってたんだけど。頑張れ。いやー、黒星スタートはやだな。ほんと間違えた、素直にやだな。なんとか頑張って塁出てほしい。うまいもんな。お祭り男は相変わらず継続してくれるんでしょ。してくれるね。ここはレベルの高い、転がせていきましょうか。塁出ないことに始まらん。結局俺操作でヒット一本もないんじゃん。負けたか。残念。ヒンダでしたな、思ったよりも。よし、じゃあ、今回はここで終わろうかな。よし、じゃあ終わります。バイバイ。